先日ネドジュンさんのオンラインサロン内で投稿された重要なメッセージを紹介しますこれはネドジュンさんの体を通して宇宙の高次元の意識体と思われる存在からのメッセージでありとても重要な内容となっています少し前から世間でささやかれている2025年の隕石問題のことを言っているのかもとネドジュンさんは感じていて もしそうだとすると私たちが今からどう生きていくべきなのかとても参考になりますどうぞお聞きください <noise> こんにちは皆さんネドン氏の本体さんを通じてお話ししています皆さんのあり方についてのお願いがありますあなたが今 どの位置に意識があり、どの脳の影響を受けておられるにせよ在り方に気をつけていただきたいのですそれはあなたの意識を思考でいっぱいにしないでいてくださいということです思考によって疑問がささやかれ答えをささやかれまた打ち消すように疑問がささやかれます答えを知らなければという思いを利用して思考は自らが立つ居場所を作り続けます けれども我々意識を外側から抱きかかえておる無意識と呼ばれる我々はあなたに無くなる赤ん坊のような在り方でいてほしいと願っておるのです。わからない、という言葉もない純粋な空白でいていただきたいのです。そうすればあなたという意識の外壁が崩れ点線のような機体のようなスカスカした風通りの良い在り方に変わります。 そうなっていただければ我々からあなたへあなただけへの情報を届けることができます。そうなることを我々は今強く願っておるのです。我々はあなたに直接教えたいのです。伝えたいのです。そうした気持ちなるものが我々にもあるのだということを感じ取っていただきたい。空っぽでスカスカであり、 そして内側の我々からの情報に心躍らせていてほしいのですつまりあなたが答えを出す必要はもうないのです空白であることしかし無関心ではないこと我々がそれをすでに持っておりあなたに直接渡したいのだということそういう時期が来ているのだと現じていただきたいわからないという純粋な白い光を心に抱いていてください そのことがサインとなり化学変化が起きて細胞が変わります神経がつながりますわかるのは我々の役割でありそこから毎春必要なことをあなたに教えたいのですわからない知らないという光があなたの役割です今やその準備は整いましたあなたという意識を維持している左脳も右脳も体の全細胞も正しく神の体であり あなたはそれらにつながるフィルタという役割のものであり、フィルタ、あなたという意識が情報の方向性を決定します。分かっていると思うフィルタ、意識は思考からの情報を吸い込み、ストレスと混乱を身体細胞に与えます。わからないと思うフィルタ、意識は我々からの情報を吸い込み、 細胞と神経を再び神の道に整えます。情報は毎春改まり、次へ次へと新しくなります。細胞の変化に対応していくのです。ですから、情報は個々の肉体に対応すべく、個々の意識に与えられるのです。繰り返しますが、我々は今、個々の意識に直接教えることを望んでおります。わからない、知らないという光であってください。 予想を立てず、理由も知らず、原因も成り立ちも社会事情も意識から外しておくのであります。次の瞬間は全くの未知、ゼロから組み上げられる最新の地球であるのです。わからないという光は、そうした最新の努力で維持されるものであり、無知と無関心、放棄ではありません。わかっているという外側の社会から形作られた姿勢を、 丹念に崩すのであります。ですから外壁があり、その外壁に気づいた意識によって崩されるというのです。知っているという外側の圧力に気づき、それに疑問を抱き、その奇妙な意図に違和感を覚える意識によって崩されるのであります。知らないという漢字には微笑みがあります。知らないという意識はそれを味わっておれるのです。 悲壮感は外側の圧力であります。それは何かに備える姿勢であり、意識が未来という異空間に引きずり出されている苦痛です。それらは全て丹念に分解し、知らない、わからないという光に戻る過程であります。我々はあなたを抱きかかえておる無意識です。賢者のように壁を崩し、赤子のように微笑んでいてください。追記をん。 どうしても直接書かせるというのでやってみました。ふぅ、正確には昨日の角川さんのワークショップへの情報でありましたが、ワークショップ後にもとにかく文面にせよと言います。じゃあこっちに書くけどいいと交渉してみると、ぜひぜひ三能券の皆様にも聞いてほしいというので、やってみました。私はチャネラーではないのでうまくはないですが、 今回のは何かすげえ高いところのすげえ強い何かがドカーンと置いてったので全力で多くの方に伝えなくちゃと感じましたじわじわ外部にも書いていこうと思いますそして本体さん自身がこのメッセージを通じて自分の気持ちみたいなものを伝えてきたことも初めてですそういうのはないのかと思っていたので衝撃を受けましたとても強く胸を打つ気持ちでした 自分が赤ん坊でぎゅーっと抱きしめられた腕の強さで愛の強さを感じて驚いた感じです。淡々と書いておりますが人生で3回目ぐらいの度気も抜かれる事態でした。ちょっとヨレヨレになったよ。神経焦げそう。神経鍛えておいてよかった。あとね、つまりこれねえぶっちゃけて言うと2025年がふんだららみたいなあの予言と関わっている気がしますね。 どっちのフィルタでいるかによって分岐するのかもしれません。突然のオカルト考察してみてください。以上でメッセージはすべてです。私はこのメッセージを知らないということ。それこそが私たちのあり方で、今までの佐野さんが知らないということの不甲斐なさ不条理さに反応してフル回転で忙しく働いてきたが、 それが全部無意味なんだと佐野さん側に分かってもらうためのメッセージなんだと考察するとともに「知らなくていい空っぽでいいそれでむしろ授かれる空っぽの思考だからこそ新しい知恵を授かれる」という宇宙の深い摂理を学び深い感動とともに「無理しなくていい楽に生きていこう」という安藤を覚えました。 そしてさらにもっと左脳を黙らせて右脳を活性化させ早く宇宙とつながりたいと思いましたね。次回は緊急動画としてこのメッセージを元にした超強力なアファメーションを急遽制作しアップしますのでぜひとも皆さんの一日も早い右脳活性化と2025年の大災害が存在しないパラレルワールドへの移行に向けてぜひともご活用お役立てくださいませ。 それではまた次回お会いしましょう。